保証五郎丸公園。屋敷の跡なんですよね。で、ここは何かと。住宅街の一角で、殿って書いてありますね。碑があるだけです。殿御所五郎丸屋敷跡。まあ、ここは腰越でですね、まあ、海がちょっと見えるかなっていうところで、まあ、北条氏のね、館跡にも近いし、まあ、何か、北条時政がね、やっぱり絡んでると。まあ、この方、弟のね、方を捕らえて、討ち取ったわけじゃないんですけど、曽我兄弟の、まあ、美談につながる話になるというシーンがね、ありますけど、つまりこの方が捕らえて、時宗という方でね、まあ何かやっぱりあると思いますよね。時政の陰謀だと考えてるんで、まあ、息のかかったですね、まあ、一番の時宗を捕らえてわざわざ頼朝公の前に引き出すというところですよ。まあその捕らえた人がこの御所五郎丸という方になりますね。ここは屋敷跡なんで、ちょっと本当に何もないんで、今多分住宅街が大きくあるんで、これは一部だと思うんですよね。こんな小さいわけないんで、今の一戸建てぐらいの家しか建たない場所になってるんでね。はい、御所五郎丸の屋敷跡付近でした。これしかないんですよね、特にベンチがあるぐらい。これはただの何もないですね。お墓とかいうわけじゃないですね。鎌倉の方が見えますね。いわゆる鎌倉山っていう近くになります。はい、御所五郎丸屋敷跡でした。